イギリスに住むオールマンさん一家はハスキー犬数頭を飼っていて、オールマンさんの子供たちはハスキーたちに囲まれて育ってきた。中でももうすぐ12歳になるメスのミリーは自分をオールマンさんの子供たちの母親だと思っているところがあるようだ。パーカー君のお昼寝の時間になるとまるで母親のようにベッドで寄り添い、しかもベッドから出るのを拒否し、最終的にはパーカー君とまったり心地よいお昼寝モードに突入。子供たちは生まれて初日からずっとハスキーと暮らしてきた。ハスキーたちも子供たちのいる生活に慣れたもので、ミリーはパーカー君が何をしていてもパーカー君のそばで静かにしているのが好きだ。ミリーは本当に子供たちにとって母親のような存在です。子供たちの安全をちゃんと守ろうとしてくれるし、アーロンさんは SNS でハスキーとの日常をシェアしていて多くのフォロワーを抱えている。2年前にシェアされた動画の一本は特に注目を集めて多くの人の心をほっこりさせた。当時2歳だった息子のパーカー君がお昼寝のために寝室へ行くとミリーがちゃっかりとベッドの中に入っていた。パーカーと一緒に寝ることが至って普通のことだと感じているかのようだ。お昼寝に参加しようとミリーは準備万端だった。パーカー君はミリーのそんな行為に慣れているのか。やがてベッドの中に一緒に潜り込んで、するとミリーはパーカー君の顔を愛情を込めて舐めた。ミリーはまるで我が子を見るかのような優しい目でパーカー君を見ている。パーカー君はしばらくパパのアーロンさんとパーカー君のいないバーの遊びをしてミルクを飲んでいるうちにお昼寝モードに突入し、そこでアーロンさんはミリーはベッドから出ようねとミリーに声をかけた。ところがミリーは一向にベッドから出ようとしないし、動こうともしない。さらに、ベッドから出るのを嫌がって小さな赤ちゃんパーカーと一緒に居心地のいいお昼寝モードに入る。アーロンさんはもうそこにいていいからとミリーに毛布をかけてパーカー君を一緒に寝かせることにした。しばらくしてアーロンさんが寝室の様子を見に来ると、そこには心を温められる優しい光景があった。すっかり寝入ってしまったパーカー君を抱きしめるようにミリーも眠っていた。この動画がシェアされると多くの人が胸キュン状態になったようです。アーロンさんによるとミリーは子供たちの母親だと信じていて、母親のように振る舞うことがあるそうだ。パーカー君以外の子供たちもそんなミリーが大好きで、一家全員が犬ととても強い絆を育んでいる。現在4歳になったというパーカー君。このお昼寝の動画はきっととってもいい思い出になっていることだろう。パーカー君とミリーはずっと幸せに暮らしてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。